はいどうもヤナッペです。皆さん事件です。リザーブタンク内の冷却水が下限を下回るぐらいまで減ってたんですよ。で、冷却水って基本的に減ることはないので、まあ、ここまでね減るっていうのはねもう異常事態ですね。で、外部に漏れてる形跡はなかったので、となるとエンジンのね中に入っちゃってますね。間違いないですね。ちょっと動画じゃ分かりにくいかもしれないんですけど、エンジンオイルね緑色になってますね。困った。で、こうなると冷却水がオイルに混ざってオイルの潤滑性能が著しく低下します。で、ミッションにダメージを与えるのと、あと冷却水が減ることによってオーバーヒートしやすくなるんですね。ただ私水温計つけてるんですけど、水温がね跳ね上がるなんてことはね全くありませんでしたね。はい、考えられる原因としていくつかあるんですけど、まずはねヘッドガスケット抜けですね。ここ冷却水のシールの役割もあるんですけど、ここがねへたったり破損したりすると燃焼室に冷却水がね流れ込んでしまうんですね。で、もう一つがメカニカルシールの破損。ここもねへたってくると、まあ、エンジンの中にね冷却水が、漏れていっちゃいます。他には冷却水の経路にクラックが入るとかですかね。ただね可能性で高いといえばヘッドガスケット抜けかメカニカルシールの破損だと思います。はい、今ねシリンダーヘッド外したんですけど、いやひどいですね。びちょびちょです。プラグの先端もねぐっしょり濡れてるので、まあこれはね失火するわけですね。はい、でねこれはね今外したガスケットがこっちですね。ここねここ剥げてますね。色が剥げてます。で、こちらはね過去に交換した問題のないガスケット。これはね何ともないですね。ここかな。ということはヘッドガスケット抜けですかね。で、視聴者さんにものすごいねバイクの整備詳しい方がいらっしゃって、私ねその方にいろいろね相談乗ってもらってたんですけど、なんかどうもねメカニカルシールの方がその症状的には怪しいかなっておっしゃってたんですよ。なのでねこっちもなんとかした方がいいんですかね。不安だなこっちも。とりあえずガスケット交換して様子見てみましょうかね。はい、今ねカーボン落としてきれいにしました。で、せっかくねここまでバラしたんですから、私がいつもやってるプラグホールの清掃をしていきます。で、しばらくね使ってるとプラグホールの燃焼室側にカーボンが溜まってプラグがね入りにくくなるんですよ。なので、この反対側燃焼室側からプラグをねじ込んでカーボン落としてやればね綺麗に入るようになります。私もね昔はネジ山傷んできたんだなと思ってタップかけたりもしてたんですけど、これねただカーボンが溜まってるだけなのでこれでね復活します。
はい、それではね、今からちょっとね試乗して様子をね見てみようと思います。いやー、これはねかなり調子いいっすよ。なんだこれ、なんか落ちてる。これは危ないでしょう。ちょっとここに置いときましょう。はい、ヘッドガスケット抜けはね多分間違いないですね。かなりね調子いいですよ。ガスケット交換する前は燃焼室びっちゃびちゃにね濡れてたんで、プラグもね濡れちゃってよくね失火してたんですけど、今ね全くねその失火が起きなくなりました。でアイドリングもね前回走行の後結構ね高めになるっていう症状が出てたんですけど、それもね収まってすごくね安定してます。でやっぱりメタルガスケットなんでね、あの貼り付かないじゃないですか。私ね5回ぐらい再利用してたんですよ。それがねダメだったんじゃないかなって思います。でガスケットがへたって、で隙間ができて冷却水がね、漏れたり、あとちょっと空気が入り込んでたから、まあアイドリングもねおかしかったんじゃないかなってね思います。で今ね逆にちょっとねキャブセッティングが濃くなっちゃったんですよ。だからちゃんとね空気も遮断されてるってことだと思うんですけど、私ね夏は145番で冬はね148番でね、メインジェットを決めてたんですけど、今ねそれだとまともに走らなくなっちゃいました。で今ね何番にしたかっていうと140番ですね、まあ、それでもね若干濃いかなって気はするんですけど、あんまりね絞りすぎても焼き付き怖いんで、ちょっとね安全マージン取ると、まあ、それぐらいがねちょうどいいんじゃないかなって思います。私ねどちらかというと薄めのねセッティングの方が好きなんですよね。ほらメインジェットね薄くすると甲高いね排気音になって気持ちいいんですよ。なんですけどね、まあ安全のことを考えるとね、このままにしておいた方がいいかなって思いますね。140番でね。やっぱりバイクがね調子いいと楽しいっすね。うわあああああタイヤ新品だった怖い。
冷却水じゃないの。漏れちゃってるわ。あーマジかー。いやーやっぱりバイクがね調子いいと楽しいっすねー。うわこれウォーターポンプの、下についてるこの穴ね、メカニカルシールがダメになった時に冷却水漏れるじゃないですか。それをねミッションオイルに入っていかないように外へ逃がすための穴なんですけど、ここから漏れてるってことはもう完全にねメカニカルシールダメですね。あーマジか。いやーということはヘッドガスケット変えて、調子はねすごく良くなったんで、ヘッドガスケットとメカニカルシール不良同時に来てる、まあ、同時多発テロってやつですね。あーめんどくせーなー。はい、メカニカルシールの交換が確定しました。で、メカニカルシールってどこを打ち込むかっていうと、この黒い部分ね打ち込むと壊れるんで、このねつばの部分ですね、ここを打ち込みます。でここにねぴったりはまる塩ビパイプがありました。これを使っていきます。